お、突然の山田ですよさん、250円ありがとうございます。コムボッコトマトに一言、消えボッカ。論破。新シーズン、新マップ、新キャラ全部。あと新武器使いたいね。新武器なんだっけ、名前カーだっけ。カーって強いんですか。ランポーじゃん。このグラビティキャノンも使いましょう。グラビティキャノンも初めて使います。おーほーい、何がおもろいんこれ。ガチで視聴者俺だけ。いや違うけど、お前もいないけど0人だけど、よく見て。目ついてるかおめえ。こんな感じなんだ新マップ。飽きたな。新武器なんだっけ名前、カーか。新武器どこですか。あ、すごいマップになんか出てるわ。パッシブのなんだっけ、うんこした人の位置が分かるやつ。やばいやばいやばい、そんなこと言ってる場合じゃないんだけど、なんだっけこいつのアビリティ。こいつアビリティあるこれ敵に合う気がする。これもしかして敵に合ったら敵に合う気がする。足音すんな俺の。あ、やばいかも。うまっ、うまっ。俺うまっ、逃げんのうまっ。やっぱ現実逃避してきただけあるわ。30年後の自分は何歳かなって思った俺も今のは。ここのグラビティキャノンに乗ろうぜ。なんかこれバグとかめちゃめちゃありそうだねこれを使った。ほらもう俺もバグってるもん。新武器カーいいんじゃないですか。ヘビーエイモにしてさ、え、アタッチメント引き継ぐのこれキモー。ありがてー。アタッチメント引き継ぐとか最高かよ。え、やばいよねこれ。これもしかしてやばいわ。やばいわ、語彙力皆無。語彙力なんかあってたまるかって話だけどな。語彙力あるやつ大体語彙力あるから。今日学校にゴキブリ出た。先生のことゴキブリって言ってんの。死んでんじゃないやつ。うまっか、いいんじゃないですか。いや、範囲で死ね。終わってない、終わったでしょ。なんとかリフト乗ってもよかったけどな。動物の森はアップで入って結構変わってきたな。その俺友達コレクションやってないからちょっと BF のことは分からんわ。探してください。なんだこいつ。じゃあやっぱアッシュ声が臭いからちょっと無理だな俺。いやうまっ。いやお前の方がうめえんかよ。お前がいつ落としたか分かんねえ。お前がいつか押し通した。お前がバーソゴのいつかだわ。一番好きな漫画何ですかって言われたらペンギンの問題ですって言いながら、好きなキャラは何ですかって言ったら消しカスくんって言うわ。はい、論破。今何食べてるんだ。脊髄、犬の脊髄食ってる。強く戦え。一番うめえ。なんで俺ブラハなん？美味しそう。めちゃめちゃ美味しい。犬がな、この世で一番美味しい生き物犬だからな。ここはいい着地点になりそうだ。戦闘準備を。犬食ってる時にさ、人から「え、お前犬食ってんの？」って言ったら「ちゃうちゃう」って言えるしな。本当は「ちゃうちゃう」っていう犬食ってるけど「ちゃうちゃう」っていうことによって違うかのような。ちゃうちゃう美味しいよな、わかる。脳みそ好きやねん。お前大丈夫か？お前犬食うとかありえないんだけど。お、来たー。いいんじゃないですか。どこ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 で何をすればいい？僕はよし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 。はい、出て出て出て。あ？バルキリーハエみたいな。やめろって、ハエに失礼だろ。うわ、ショットガンヌボルツ。紫のさアタッチメント見るとさ、紫色のアタッチメントあるなーって思うよね。人が悲しむようなことはね、あんま言わない方がいいと思うんだよね。かーいいや、ちょっともう飽きてる。もうかーいいかな。かーもういっか。これ無理っすね。あ、無理だよ。何人いんの？素晴らしい。素晴らしい。私はアッシュです。今日ね、それをちょっと出かけてたんだけど、コンビニ寄って、それで、なんかおじいちゃんかおばあちゃんかわかんないけど、まあ、お年寄りってたまにどっちかわからんやん、男か女か。で、おじいちゃんかおばあ、どっちかがさ、コピー機の前で、なんか、あーって言ってて、あ、わかんないのかなと思って、俺結構コピー機使うからさ、教えてあげようと思って。で、とりあえず声かける勢いでドロップキックして、ボコボコにしました。アビリティ使ってねえや、俺そういえば。え？戦うのやめない？俺争いあんまり好きじゃないんだよな。うまっうめえ。あーしの夢っすか。超チルな歌手です。はい。あ、だっても爪ダブやな。うまい、ありがとう。ちょっと今のは見なかったことにしてもらう。死後硬直が何？死後硬直じゃねえ、なんだっけ、硬直が解除できるときできないときあるわ。サッカーじゃないとダメなのかな、やっぱサッカーしたいな。ん？敵じゃねえ、あれ城西ビーコンやないかい。それでは皆さんさようなら。